知事会見を行います。本日は知事からの発表事項はございません。早速ですが、皆様方からのご質問をお受けしたいと思います。何かございますでしょうか。読売新聞の斉藤です。東京都知事選のことで、改めて選挙戦が始まったので伺いたいんですが、3点あるんですが、まず1点目がですね、東京都は人口規模をもう他の都道府県に比べて突出してますし、まあ、首都としての特別な地位立場もありますし、また五輪開催を控えているので、その開催地ということでも、かなり特殊な地域だと思うんですが、その都知事にはどのような資質が必要であると考えられているのか、あるいは、どんなものを求めていらっしゃいますか。まあ、東京都知事っていうのは、まあ、自治体としてもスーパー自治体ですよね。通常の都道府県なんかとは違って権限も広いしですね、人口も圧倒的に大きいわけであります。したがってそれだけその国政への影響もですね、影響力というのは極めて高いわけであります。やっぱりこの自治体のリーダーとしてのですね、この見識とですね、でまあその国に対して地方公共団体というものを代表してですね、その行くんだと、そういうこうまあ気概といいましょうかね、そういうものを持った人ですよね。地方公共団体の代表としての気概と見識、それがある人ということは望ましいなと思いますね。まあそういう意味じゃ全国知事会という組織がありましてね、これはかつて東京都知事が大体会長やってたんですよ。ところが青島さんの時からそうでなくなったんですけれども、本来であればやっぱり全国知事会っていうのは東京都知事が会長になるのがね、自然だし、それがまた望ましいと私は思ってるんですよね。もうスーパー自治体がね、今の状態では全国知事会の中でなんとなくこう脇に置かれてですね、いると。で、普通東京都知事さんは出てこないというようなことなんですがね、やっぱり地方公共団体の民代表としてですね、自治体の意見をまとめ、そしてそれを国にぶつけていくと、でそれを実現していくと、それだけのやっぱり見識能力、資質のある人が望まれるんじゃないかと、まあ、いうふうに思いますね。具体的に皆さん、もしその地方を代表して、何か訴えていきたいとか、訴えてほしいというような、具体的な項目、かぶるのは何かありますか。やっぱりなんですよね、今ちょっとこう下火になりましたけれども、まあ、長文権あるいは長地域主権ということでですね、まあ、かなりこう国の権限をですね移譲していくという、 こう話が盛り上がった事件ありましたね。自民党内閣でも民主党内閣でもそうでした。まあ、しかし結局それも、まあ、一部ありましたけれども、我々から見れば中途半端なままでね終わっているわけなんですね。国の出先機関の移譲の問題にしても、財源の異常の問題にしてもですね、で、まあ、なんとなく中途半端のままで、議論が煮詰まらないまま終わっているという状況なんですね。だからああい う, こう大きな国対自治体というような問題、そういう問題にはね、やっぱりこのリーダーとして、東京都知事あたりが先頭に立ってですねやってくれたならば、これはやっぱり相当結果は違ってくるんじゃないかという気がしますよね。続いて2点目なんですけども、東京への一極集中の問題、まあ、これはメリットもデメリットもあると思います。それに絡んで、まあ、首都圏機能移転の話も同時に出ております。まあ、解決策の一つとしてですね、この点でもし山梨県として何か要望あるいは期待している点があれば、お聞かせください。まあ、東京一極集中がこのところまた非常に進んでおりましてね、非常に、まあ、国土の形として好ましくないことだと、まあ、いうふうに思っておりますね。まあ、それはやはり一番の根本はなぜか、それはグローバル化の進展なんですよね。グローバル化が進展していくことによって、まあ、従来地方っていうのは生産機能、工場ですね、生産機能を主として担ってきたんです。
企業がそれぞれこうグローバルに世界中を見ながら競争していかなきゃならない社会になってきたものですから、もうその地方にある工場でもですね、世界的に見て非常にあの採算性が低いとですね、まあ、それを占めるあるいは移転をするというようなことになって、まあ、地方から生産機能が地方の生産機能というのが、まあ、低下してきているということですね。他方においてしかし企業にとっての中枢管理機能といわれる、まあ、あの司令塔機能ですね、これはむしろ強化されている、本社機能というのは強化されている。それで本社機能というのは東京にあるものですから、結局東京のこうそういったいろんな意味の権限、財政、そういうもの、財政力、経済力、そういうものはこう拡大をし、地方においてはやはり生産機能が落ちているものですから、あの低下している、格差が拡大しているというのは今の状況だと思うんですよね。これは簡単なことではないんで、そのこの中枢、企業の中枢管理機能みたいなものを全国に分散できるかというと、なかなかですね、これはあのできないわけですね。で一つの方法として、まあ、首都移転ということがありますけれども、ただこれは首都移転というのは、まあ、これは相当巨額の数十兆円の金がかかるものですからね、まあ、今の日本のこの財政事情でですね、果たしてそれができるのかどうなのかということがあります。まあ、韓国なんかで見ても首都移転をかなり一生懸命やって、その点は立派だなと思うんですけれども、しかしやっぱりまだ韓国としてもやっぱり首都移転が良かったかどうかというですね、結論は出てないようですね、韓国の方に聞いてみても。まあ、また韓国の場合には日本と違って、すぐこの北に、北朝鮮というですね、非常に危険なその国家があるということもまた首都移転の理由だったわけでありますが、まあ、日本はそういうことはあるわけでもないということもありまして、まあ、首都移転というのは今の財政事情の中で果たしてできるかどうかと、ちょっと私は難しいんじゃないかなという感じがしますね。まあ、しかしリニアができるとですね、状況はだいぶ変わってくるんでありましてですね、まあ、結局東京、名古屋、そして大阪というのがですね、東京、名古屋間が40分、東京大阪間が1時間で行けるようになるということは、要するに通勤圏になるということですよね。そうするとその東京、名古屋、大阪というのが一つの大きなこの巨大都市圏になってくる、メガロポリスと言いますけどね、これが本当に一つの通勤圏に入ってしまうという、そうなると、まあ、大阪とか名古屋のこう中枢機能も東京へこう吸い取られつつあったわけですけれども、それはそんなことなくなってくるんであって、もう大阪でも名古屋でもですね、こういう社機能あってもいいじゃないかということになっていくわけでありましてですね、まあ、リニアがこうできてくるとかなり非常は状況変わってくるんじゃないかなというふうに思っておりますですね。すみません、3番目はごくごく率直ね、個人的な感想は思わないんですが、元首相連合の陣営があったり、まあ、即刻原発を掲げたりとかですね、あるいはネット選挙だけに頼る新人候補が出たりというふうに、候補者の数もすごく多いですし、かなりユニークな選挙戦が展開されていますけれども、まあ、悪く言うと乱戦気味というか、そういうのもあると思うんですが、率直にその、この選挙戦の感想というか、初見ですね、考えれば。まあ、都知事選挙というのはまあ、いろんな人も大勢出ますからですね、まあ、しかしその中でもメインの、まあ、4人ないし5人の選挙ということですから、まあ、そういう意味では通常の都知事選挙と変わらないんじゃないかと思っております。ただやっぱり通常の都知事選挙と違うのはやっぱり討論会がですね、候補者同士の討論会というのは活発に行われるんですけれども、今回はそれがまるっきりないというのは違う点でありましてですね、これはやっぱり有権者がその候補者をこう見比べてその政策の違いをですね、判断をした上で、この人がいいとこう判断する意味においてですね、非常にマイナスになってるんじゃないかというふうに思いますよね。これは まだ時間もあることですからですね、ぜひその討論会というのはもっとたくさんやれるようにですね、まあ、すべきじゃないかというふうに思いますですね。はい、その他にございました。はい、後ろの方でございます。産経新聞の氷川です。高校の授業料 の徴収の話についてお尋ねしたいんですけれども、国の新制度の導入で4月から授業料無償化が廃止になりまして支援金制度になるわけですけれども、まあ、所得制限が一般的にかかるという話になっているんですが、まあ、それによって
制度変更に伴って、定時制と通信制の、まあ、生徒新1年生に対してその授業料を全納してもらいたいという今方向で話が進んでいるんですけれども、まあ、おそらく国の制度と県 その制度との相互があったりする分が生じていると思うんですけれども、そこに関するその、まあ、感想とあと、まあ、そっちになんとかできないのかというふうに思うんですけれども、その対応というか何か考えていらっしゃいますでしょうか。まあ、どうぞ。まあ、今日新聞に、ね、出てたあの話ですよね。まあ、あれ私も読ませてもらっていて、まあ、確かにどうかなという感じはですね、率直にありますですよね。ただ、まあ、要はその授業料の徴収のやり方っていうのがかつてその高校無償化を3年前やった時以前は違ってたんですね。全日制の場合には月々授業料を納めてもらうというやり方を取り、定時制それから通信制の場合には最初に 入学する時に一括1年分の授業料を納めてもらう、こういう仕組みでずっと来たんですね。で、高校無償化になったもんですから、授業料無償化になったもんですから、そういうものは全く必要なくなっちゃって消えちゃった、一回消えたわけですけども、今度は安倍内閣の下で、授業料は原則徴収しますよと、徴収しますよと。ただし親御さん の所得が910万円以下の家庭について、家庭の子供については無償化しますよと、ということで奨励金払いますよということですよね。だから原則また元の姿が一回戻ってきたわけですね。したがってやはり従来と同じようなやり方でですね、まあ、やると、まあ、まずそこにそうなるわけですね。だから定時制通信制については、まあ、3年前と同じように、まずは入学時に全部納めていただくと、そしてその後国からの奨励金とかそういうものが出てきた段階でですね、返済をすると、まあ、いう形になるということなんですね。まあ、多くの都道府県がそういうやり方をしようとしているわけですけれども、まあ、しかしさあ果たしてそのうまくスムースに動くかどうかですね、その辺のところはよくよく実際の運用とかですね、そういう面を考えたり、またその国の方のにその運用の改善をですねお願いをしたりとか、まあ、そういうことを今後議論しないといけないんだろうというふうに思いますね。まあ、これから新年度まで3ヶ月があるわけですけれども、あ、2ヶ月ですけれども、その間でなんか新年度でその授業料を、まあ、定選校に関して全納しなくていいような方向性というのは仮説等にはありませんでしょうか。まあ、それは教育委員会が、ね、検討してるすることでありますから、まあ、私がそれをどうするということは立場としては言えない立場、教育委員会が判断することでありますのでね。まあ、あなたがしかし問題を指摘されて、そういう問題が出ているわけですから、まあ、教育委員会において議論をして、一定の結論を出すだろうというふうに思っております。ご回ございますか。はい、毎日新聞の春橋です。NHK のですね、新しい会長に就任された小西さんのですね、一連の発言について自己紹介を伺いますでしょうか。まあ、その発言そのもの、私はその見たわけじゃありませんけど、マスコミでもですね、まあ、だから新聞ほどしかわからないんですけども、まあ、本人は取り消した個人の意見ということで取り消したとこういうことのようですけど、まあ、個人の意見は個人の意見ですけども、やっぱり NHK の会長さんというのはね、やはり、公的な立場、重い立場でありますし、マスコミというですね、特にその報道の公正というものを大事にしなければならない立場でありますから、やっぱり公式の会見では、ね、発言は慎重であるべきじゃないかと、まあ、いうふうに思いますよね。誤解を招くような発言はあんまり好ましくないんじゃないかと思います。そうすると、まあ、誤解を実際に招いている慎重じゃない発言があったというふうに、
まあ、個人が個人の発見会であって取り消しますと言っているということはですね、まあ、そういうことなんでしょう。取り消しますということですから、まあ、それはそれでなかったことになるわけですけれども、まあ、公的な場での発言は注意された方がいいんじゃないかというふうに思いますね。そういう、まあ、一度喋ったことを撤回するというそういう部分と、それからについては今のお話で、中身についてはどうでしたか。中身についてはあんまりこうその詳細にその報道を見ておりませんのでですね、ちょっと私としてはコメントはしかねますですね。他にございますか。はい、時事通信の山田と申します。先週の国会でですね、安倍首相が施政方針演説の中で、まあ、国会で問われているのは、経済の好循環を実現することだというふうに述べていましたが、改めて知事が経済政策の面で、内閣に期待することというのはございますか。まあ、そうですね、経済の好循環を実現をして、デフレ体質から脱却をすると、そしてそれごとをその全部つつ裏裏にですね、大都市だけではなくて地方にも波及をしていくと、まあ、これが今年の安倍内閣の最大の課題であるというのは誠に適切だというふうに思っております。まあ、確かにアベノミクスの効果というのは現れてきておりますけれども、まあ、地方においては確かに効果は地方でも出ているんです。出ているんですけど、詳細に見ていくとそれは公共事業の効果であり、あるいは消費税の値上げに関わるですね、駆け込みの消費の増加の効果なんですね。まあ、もちろん生産の分で自動車だとかあるいはスマホだとかそういうようにある部分こう国境を呈してきているところも出てきておりますけれども、まだまだ本格的にアベノミクスの効果が地方に及んでいるとは言えない、そういう状況でありますし、特に中小企業の場合はそうでありますのでですね、地方の中小企業がですね本当にこの景気回復を実感できるようになってですね、政策を取って、まあ、そういう年になってもらいたいというふうに思います。これにまあ少し関連してなんですけれども、まあ、総理は法人自己税率の引き下げに関してまあ意欲的な発言をしたりしてますけれども、それについては知事のご所見といいますか、ありました。まあ、確かに法人税は日本の場合は高いわけですから、まあ、それは下げていけばですね、下げるのが望ましいということは当然あるというふうに思いますですよね。まあ、しかし問題はそれは財政との相談であってですね、一方において財政再建はしっかりやっていかなければならない。これについて政府の姿勢が財政再建をないがしろにするかのごとく誤ったメッセージが世界に流れるとですね、立ち止まりにその国債の金利が上がってですね、さらに財政再建を難しくするということがありますからですね、まあ、やっぱり財政再建はしっかりやっていくんだと、そういうその道筋、それは示しながらもですね、法人税の減税というものができればですね、それはやった方がいいだろうというふうに思いますですね。ありがとうございます。その他にございますか。よろしいでしょうか。奥からどうぞ。ワンコレ候補にインドネシア人の会社が管理を内定したということで、そんな感想あるいは期待ですね、が言ってと、これを受けて、まあ、県としてもインドネシアの誘客に力を入れてたと思うんですが、今後の戦略というか、あれを、まあ、見直して逆にこう強くバックアップするような部分というのは何かあるか、まあ、将来的なビジョンをお聞かせください。そうですね、インドネシアはこれは行きましたけれども、いや、まあ、もうサッカーがですね、まあ、非常なブームでしてですね、特に若い人にはこれは非常な人気スポーツになっておりますよね。まあ、そういう中でインドネシアサッカー界のマスター的な方がですね、ワンコレ候補に入るということですから、まあ、我々の期待は大きいし、また
インドネシア側の特に若い人の日本そして山梨県に対するですね関心度というのは一挙に高まるんだろうと思いますね。まあ、バンフォーレ甲府においてはそのことを活用しながらインドネシアの皆さんを誘客をすると、まあ、いうことも考えたりですね、あるいはその、まあ、インターネットを通じてですね、映像をですね、動画の映像をですね、インドネシアにその選手の活躍を流すというようなこととかですね、まあ、いろいろ考えていただいているようで、大変結構ありがたいことだと思っております。まあ、県としてもその点についてバンフォーレに応援できることがあればですね、やらなければいけませんし、また観光の面で活用ができるのであればですね、県としても大いに活用したいというふうに思っております。まだ具体的なものは？具体的には今のところまだありません。先ほど下村文部科学省が中学と高校の学習指導要領の関節書を改定して、竹島や尖閣を領土と明記するという方針を明らかにしたそうなんですが、まあ、それについてご自己紹介とかの感想があればお伺いできればと思います。まあ下村文科大臣がどういう言い方をしたかちょっと私も分かりませんので、それに対して正確なコメントはできかねるわけですけれども、まあ、やっぱり尖閣竹島領土であると日本固有の領土であると政府としては主張してきたわけでありますから、まあ、そのことを教科書に書くことはですねそれはそれでいいんじゃないかというふうに思いますですね。中間との関係が今はあまり良くない中でのことになっていますが、山梨県としてまあ観光客、地球の観光客が多いですが、それに対しての影響とか懸念されることというのはどうですか。まあ、それはある程度影響はですね当然するだろうと思うんですけれども、まあ、しかしやっぱりこの 領土っていうのはこれはやっぱりその譲れないところは譲れないわけですからね、そのところを曖昧にしておくっていうのは果たしていいのかどうなのかということはありますよね。やっぱりそこはそこで主張は主張をすると、また相手の主張はまた全然別の主張があるわけでありますけれども、まあ、国際社会においてはやっぱり自らその信じるところをきちっと主張しですね、でまあ、相手はまた全く別の主張があると、まあ、そういう中でお互いにどういうふうに仲良くやっていくかということを考えていくわけですからですね、主張すべきものを主張しないっていうのはやっぱり、うまくないんじゃないかと、かえってマイナスになるんじゃないかと思いますから、まあ、もちろん相手 その国情っていうものは相手への刺激が当然ありますからね、まあ、書き方とかその辺のところはあるんでしょうけれども、やっぱり日本の考え方はしっかりと出してすべきものだと、まあ、いうふうに思いますですよ ね。他にございますか。後ろでどうぞ。高谷さんちの方です。先ほどお聞きしましたので追加でまた2点お尋ねしたいんですけども、1点目が知事のお気持ちをお聞きしたいんですけども、まあ、前立腺と低下 その違う扱いになっているので、その知事の通称の人としてはどういうふうに思うかというところにちょっとお聞きしたいんです。まあ三枝さんの新聞読んでですね、まあその率直前立腺の子どもたちがそれによって、なんて言うんでしょうかね、不都合というか不便というか、まあ、そういうものを感じるようなことになればですね、それは好ましくないなと、まあ、いうふうに今思うわけです。まあ、しかし3年以上前はそれをずっとやってきたことですから、それを復活をさせたということなんですけれどもですね、まあ、したがって何か、まあ、払わなくちゃいけないと最初は、それに対して、まあ、何かやっぱりうまい、手立てというかそういうものがあればそれはいいと思いますけれども、ただだけどまあ、制度としてねそういうことになってるもんだから、果たしてうまい方法があるかどうか、まあ、他の県の状況とかですね、それはまあ国との相談ですね。国が例えば最初にドンとこうもう4月の段階でですね
4月の段階でどんどんこうお金をこう出してくれればね、そうすればそれでいいわけですよね。しかし国の方もまあ予算の執行の都合があるもんだ、どうしても遅くなってくるというようなことはありますよね。まあ、そんなところの運用とかですね、そういうことはまあ国とも相談をする必要があるんじゃないかと思います。まあ、教育委員会の方でですね、指示を検討するんじゃないかというふうに思います。もう一点は今最後 の, まあ言及された話も絡むんですけども、まあ国の方で対処できるかという話もちょっとありつつ、まあ逆に今度県の方で例えばこう徴収の仕方をこう変えることができないかとか、あとはまあ例えばちょっと仕事考えかもしれないんですけども、何らかこうまあ県の方で一時的に肩代わりできるようなものはできないかということですとか、そういう検討の可能性っていうのはあるんでしょうか。肩代わり、一時金、まあ、一時金を貸与するような格好になりますが、まあ、貸与したとして、じゃあ、国からお金が来たと、それで、まあ、それでもう、なんですよね、910万以上の方、以下の方っていうのはそれでキャンセルされるわけね、以上の方っていうのは、これは貸与したお金を返してもらえないかということになります。さあさあ、じゃあその返してもらうということになると、果たしてそのきちっとそういう未収金を使用できるかどうかと、それを学校の先生たちがやるんですけども、まあ非常に学校現場、教育現場非常に忙しい中でですね、そういうその未収金の徴収みたいな事務がですね、さらにここにこう加わるということがですね、果たしてどうなるかということがあります。ですから通信制の場合には、そもそも子どもが毎日学校来てるわけじゃありませんからね、月に何回かでしょ。そうすると、まあ、子供が毎日来てればちゃんと払ってくれば、親御さんによく言って払ってくれば困るよとか言えるんでしょうけどね、月に2回ってようなことになりますと、なかなかね、それもできにくいということもありますし、まあ、なかなか、まあ、実務的な問題ですけども厄介でありますよね。まあ、そういう中でどういうことができるのか、またできないのか、まあ、教育委員会でよく検討するということだと思います。今回その、まあ、授業料無償化の変更自体は、まあ、当初政府が、まあ、来年度からの導入を目指すというふうに、まあ、表現をしていたところが、まあ、結局来年度導入するに変わったタイミングが、まあ、かなりその遅いタイミングで11月だったんですけれども、で、まあ、それに伴ってこう準備だとかっていうことで、そういう、まあ、感覚があると思いますが、その、まあ、なんていうか、まあ、授業料負担の制度を一気にこうプラスチックに変えていくということに関して、その知事がどのように考えてらっしゃるかというところをお聞きしたいんですけども、その賛否といいますか、まあ、なかなか立場はどういうふうに見ればって、例えば難しいと思うんですけども、そこについてお聞きしたいんですか。まあ、確かにその少しその時間がこう、準備の時間にがですね、少なすぎるんじゃないかという議論はあるかもしれませんが、まあ、しかし、まあ、制度というのはそういうもんでしてね、まあ、これはもう多少その時間的に余裕がなくてもやるべきことはやっていかなきゃいけないということでしょうから、まあ、安倍内閣のこの高校授業料無償化についての方針は決まっているわけですからね、まあ、それを来年の予算でやろうとこういうことになったわけですから、まあ、自治体としてはそれに対して最大限対応していかなければならないと。ただ、まあ、そこに混乱が生ずるようであればですね、それについてはできるだけ混乱を少なくするような方法があるかどうか、よくよく検討するということだと思います。お答えございますか。よろしいでしょうか。では以上の記者会見を終了します。ありがとうございました。